4.6X36mm 弾とは、ヘッケラーコフホ社により1970年代に開発された弾薬である。これは試験生産された HK36 突撃銃のためのものだった。この自動小銃は、どの軍でも正式採用されておらず、弾薬の方も他に設計された銃で使用されたことはない。この弾薬を同時代のものと大きく分ける主な特徴は、 スプーンチップと呼ばれる構造の採用である。弾頭の片側にくぼんだエリアが設けられており、これは標的への命中後に弾丸が横転することを意図したもので、従来の高速、小型弾が持つよりも高いストッピングパワーを付与しようとしていた。1970年代、軍用小銃向けの弾薬は、 アメリカ合衆国の M16 自動小銃が使用する 5.56X45mm ナトウ弾に影響を受け、光景を小型化させていた。反動が小さく、重量が軽く、低身弾道性があり、そして標的を高確率で無力化する兵器を作り出すという努力により、ヘッケラーコッホは、HK36 突撃銃と 4.6X36mm 弾を設計した。 二種類の派生型が開発され、一種は、断身が柔らかく作られ、もう一方は、構成の弾身をつけていた。前者は、対人用途を意識しており、後者は項目標に対するもので走行を貫通する。二種類とも弾丸が完全飛行されており、対人用の弾薬は、鉛の弾身を持つ、一方、項目標用の弾薬は、断身が炭化タングステンで作られていた。 ありがとうございます。